長堀鶴見緑地線は、大阪府大阪市、大正区の大正駅から、大阪府門真市の門真南駅までを結ぶ、大阪市高速電気軌道の路線。正式名称は高速電気軌道第7号線と、称し鉄道用欄では7号線と記載されている。駅番号を表す際に用いられる、路線記号は、N。1990年に開催された、 国際下と緑の博覧会会場へのアクセス路線として建設された日本初の鉄輪式リニアモーターミニ地下鉄である。ラインカラーは花博会場となった鶴見緑地をイメージした萌え木色である。1990年に花博の開催に合わせて鶴見緑地線という路線名で京橋駅鶴見緑地駅間が開業した。1996年に 京橋駅から、新西橋駅まで延伸され、この際に、長堀鶴見緑地線と改称された。1997年には、新西橋駅から長堀通りの地下をさらに西伸ばさせ、大正駅までが開業するとともに、鶴見緑地駅からも東に延伸し、門真南駅までが開業した。市中心部では、東西路線の役割を果たすが、南北方向に折れて、 市南西部と四北東部を呼び、角増市とを結ぶ。標準機ながら、従来の車両より、断面積が小さい鉄輪式、リニアモーターミニ地下鉄を採用した。日本初の鉄輪式リニアモーターミニ地下鉄であるため、開業に先立ち南港の埋め立て地に実験線を建設して、データ収集、乗務員の習熟運転に当てた。鉄輪式リニアモーター地下鉄は、 その後、都営地下鉄大江戸線、神戸市営地下鉄海岸線、福岡市地下鉄、七熊線、横浜市営地下鉄、グリーンライン、仙台市地下鉄東西線でも採用されている。最初の区間が開業した1990年3月から、震災橋駅まで延伸された1996年12月までは、他の地下鉄路線とは接続しておらず、乗り換える場合は、 京橋駅から大阪環状線などを経由した上で乗り継ぐ必要があった。大正駅までの延伸後は大阪メトロの他のすべての地下鉄路線との乗り換えが可能な路線となっている。新交通システムである南港ポートタウン線との乗り換え駅はなく中央線または四つ橋線を介して乗り継ぐ必要がある。後発で建設された地下鉄路線のため 既存の路線より深部を走ることとなることから、他の地下鉄路線と交差する。都心部を中心に駅ホームがかなり深い位置にある。このため、乗り換えやホームから地上までの移動に時間がかかることが多いが、平成になっての開業路線でもあり、バリアフリーは充実している。しかし、他路線との乗り換えがない。一部の単独駅では改札フロアからホームへの下りエスカレーターが。 設置されていない駅もある。今後の計画として、対象駅からは同じく対象区の鶴町方面への延伸が検討されている。全駅に可動式ホーム柵が設置されている。2007年の予算案で、2010年度までに設置されることが検討され、その後、2010年6月より、対象駅を皮切りに順次設置工事が行われ、 2011年2月10日までに対象駅鶴見緑地駅間の各駅で設置が完了して使用が開始された。なお、門間南駅はこの時は設置対象外であったが、2011年度に設置されることになり、2011年10月31日に全駅で稼働開始した。2014年3月31日に、 他の大阪市営地下鉄各路線と同時に、トンネル内で、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの携帯電話大手3社による 4G、LTE 通信が可能になった。長堀鶴見緑地線は、歴史的経緯により、距離を示すキロポストが2つに分かれている。運賃計算には、西長堀駅森の宮駅間のキロ数型、線形由と、 同じになるよう調整された営業キロに対応する、クスを用いる。自動列車運転装置による、ワンマン運転で乗務員が乗務する。ドア操作は、運転台にあるモニターとホーム上のミラーを確認して、行う。非常時や ATO 装置の故障の場合は、手動運転に切り替える場合がある。角間南方面の最終列車を除いて、対象駅角間南駅間の、 全区間の通資運転である。2013年3月23日より、門間南方面の最終列車のみであるが、横包み行きが設定された。逆に、対象方面の列車に、横包み駅を始発行きとする、定期列車はない。ラッシュ時は2から4分間隔、日中は6分40秒間隔で運転されている。京セラドーム大阪でイベントなどが開催される場合は、 大正駅、新西橋駅、横包み駅間で臨時列車が運転されることがある。横包み止まりの列車が設定可能であるのは、横包み駅特徴でも触れている通り、車庫が鶴見緑地駅の近くにあるものの、車庫へ直接入る配線が横包み方面とつながっているからである。深夜には、新西橋駅の引上げ線に留置される車両もある。なお、 大阪市交通局長であった今岡鶴吉は、リニアモーター導入にあたって、交通局の専門家が絶対反対であったため、いざとなったら、リニアモーター外しちゃって、回転型モーター取り付けるために、大阪の第1号は、内緒だけども床は、高い、本当の小型になっていないとし、ここで妥協したから、本当に動き出して、実用化の第一歩となったと語っている。 2017年度決算における、経常収支は、約35億円の赤字、営業収支は、約41億円の赤字、営業係数は153.2である。経常損失は、今里筋線に次いで2番目に大きい赤字である。また、2014年度の1日平均輸送人員は16万1093人で、ある。当時の大阪市営地下鉄では、 今里筋線に次いで2番目に輸送辞任が少ない。計画当初は上、松筋を経由する経路も検討された。沿道に大阪府庁舎がある。大阪府はこのルートをしたが、大阪城の外堀や南馬区跡に沿う上松筋では、埋蔵物への影響とそれに伴う工事遅延が懸念された。特に南馬区跡と、方円座階席のある、方円座交差点の地下に、 中央線との接続駅も新設しなければならず、遅延は必至であった。そのため、森の宮駅で中央線と接続できる、玉作り筋ルートが選定された。同駅以北は、玉作り筋から西へそれて、大阪城公園杉山地区の地下を通り、大阪ビジネスパークも経由している。上記のキロ数は、実記録間は高層、等身。 計画が出された時点において未完のものを示す。全駅大阪府内に所在。各駅にテーマが設定されており、すべての駅のデザイン特徴が異なっている。最初に開業した京橋駅鶴見緑地駅間では、花博に合わせて各駅ごとに駅の花を設定している。コンコース部分に花の大きな壁画が描かれているのが特徴である。 この区間の駅のデザインは後にできた駅のデザインと比べてやや大人しめであり、ホームの衣装は各駅共通である。1996年と1997年に開業した京橋駅対象駅間の各駅は、駅の所在地にちなむテーマを設定し、各駅のホームやコンコースに非常に特徴のあるデザインを施している。 ただし、対象側と同時に開業した、門真南駅は、京橋駅鶴見緑地駅間の駅のデザインに合わせている。各駅の駅サインなどについても、日本語フォントについては、多線区で用いられるものとは異なった、比較的直線的なスタイルの、ゴナビーブナグが用いられている。開業当初から、接近、入線、発車メロディを使用している。接近メロディは、 当時の終着駅の大阪弁アクセントをメロディ化したもので、門間南方面行きが鶴見緑地、大正方面行きが京橋をそれぞれメロディ化したものを採用している。なお、現在の奇襲天駅の駅名である門間南、大正も同じ白数なので、現在でも音によってどちらの方面の電車が接近しているかがわかる。全駅が島式ホームとなっており、 日本の多くの鉄道車両では左側に設置されている運転台が長堀鶴見緑地線の電車ではワンマン運転を行うため安全確認などを行いやすいを右側に設置されているのも特徴である。ありがとうございます。